はい、皆様お疲れ様です。お酒の塾長です。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回は、軽く一杯101杯目になります。今回のテーマはですね、ベルギービールの修道院で作られるですね、トラピストビールになります。早速飲んでいきましょう。お酒の種類はビール、トラピストビール、ベルギー、銘柄ベストフレテレン12、原産地ベルギーフランデレン、アルコール度数 10.2%、 修道院シントシクスタス修道院になります。とですね、修道院ビール、トラピストビールっていうのはですね、ベルギーのビールなんですけど、世界の中でもちょっと特殊な位置にありますね。トラピストビールっていうのはその名前の通りですね、修道院ビールで、修道院の中でビールが作られるというところで、主に使徒派トラピスト会修道士の手によって作られるビールのみをトラピストビールっていうふうに言われるんですね。で、ビールの種類から言うとですね、何でしょう、仮面発酵ビールがラガーですとか、上面発酵ビールがエールとか言われるんですけど、これは上面発酵ビールのエールの部類に入りますね。で、トラピストビールっていうのはですね、実は世界でそんなに多くなくて、おそらく今10弱ぐらいですかね。私が勉強した時はね、世界で8つとか7つ。その中で6個はベルギー、1つはオランダ、1つはオーストリアっていう風に分かれてるんですけどね。そういうように希少なもので、ただお間違いにならないようにしていただきたいという話なんですけど、よく宗教的なデザインの商品のビールってあると思うんですけどね。それはそれで別でアベイビール、アベイですね。ビールって言われてましてですね。ちょっとこの修道院ビールとは違うところがあるんですね。トラピストビールとはですね。では、例えばどういうところの違いがあるかと言いますと、例えばですけど、これ、言われてみればそうかと思うんですけどね、修道院の敷地内で作ってること。これ意外にないんですよね。そしてその次は、味とか生産量の決定などですね、醸造に関する権限が修道士にあるということなんですね。法人とかじゃなくてですね、なんていうのかな、そういうビール会社が持ってるとかじゃなくてですね、修道院、修道士にその権限がある、経営方針の権限があるっていうところですね。でね、最後にビール販売で得た収益を修道院の運営管理に使って、その余った分を、事前事業ですね、に使うと。そういうところが修道院ビールの、定義になると。いうところですね。修道院ビールって言ったらね、ベルギーで有名なものって言ったらね、オルバルですとか、シメイ。シメイが一番一般的に見るかもしれませんね。あとはウェストマーレ、ロシュフォール、アヘルとかいうのがあるんですけど、で、今回はですね、あえてこのベストフレーテレンですね。ベストフレーテレン。これはちょっと珍しいんですよね、実はね。これ結構実は幻のビールって実は言われてましてね。今回はね、この印刷されてるんですけど、昔とか、これ出るまではですね、ラベルのないビールなんですね。王冠で区別してましてですね。例えば、王冠で8番とかですね、あと12番とかね、なんか書かれてるものがあったりするんですけどね。それで区別をつけてたっていうところなんですけど、今回はね、いつやったかな、数年前にですね、たまたまベストフレ、今回の、ウエストフレテレンですね、が売ってたんですよね、主販店か何かで。で、パッと見て、ただ印刷、このように印刷で、ウエストフレテレン12って書いてるんですけど、こういうのはちょっと珍しいというか、普通の、ラベルがないバージョンとは違うので、もしかしたらちょっとね、あえて特別に作ったもの、もしくは輸出専用に作ったものなのかなっていうふうには想像したんですけど、多分これ何でしょう、今買っとかないともう飲めないのかなと思ってね、それでちょっと購入した経緯がありますね。で、実際ね、今はどうか知りませんけど、ベルギーの現地ではなかなかベルギーの人たちも飲めないビールの一つみたいですね。
ですので、あの修道院にあえてですね、あえてと言いますか、向かって出向いてそこで購入するか、でさらにそれでも売ってない時とかあったりとかするみたいなんですけど、結構ね、幻のビールって言われるゆえんですよね。でこの真ん中のグラス、これ専用グラス、ベルギービールって専用グラスがまあほとんどついとるんですけど、ちょうどこれを購入した時に、まあ、一緒についてたものですね。小ぶりになってますね、結構ね。ですね、グラスが確か2つついてたのかな、ちょっともう記憶忘れましたけど。で、かれこれもう数年寝かしてですね、今この場に至るということですね。真ん中のグラスだったらちょっと全部入りきれないので、今回の同じ修道院ビールのロシュホールですね、トラピステスロシュホールの専用グラスもちょっとね、念のため持ってきたと、そういう次第でございます。では早速飲んでいきましょう。はい、では早速飲んでいきまーす。どうですかね、このね、この伝統的なというかね、いいイメージしますよね。なんかこういうシンプルなデザインも非常にいいですね。でこれも十二っていう風にね、キャップ王冠ですね、印刷されています。では早速開けていきましょう。ソムリエナイフで開けましょうねって言ってもここで開けます。コルク栓を開けるっていうわけではなくてですね。おお、すごいですね。ものすごいできましたね。まあ、これはこれでありですね。こういう演出もですね、たまにはね。結構熟成が進んでたっていう風に思うのかなと思いますね、これはね。なかなか、面白いと思いますね。どうですか、これ。これなかなかないですよ、こういう展開はね。ちょっとね、驚くっていうところはありましたけどね。結構この辺もびっちりついてますけど、まあ、せっかくなんで、これもね、瓶内二次発酵してる証拠なんですよ。これがね、酵母が活性して発酵が進んでですね、こういう風になってる証拠なので、本当に生きてるビールっていう感じがして、やっぱりこういうのがベルギービールっていうのは面白いところですよね。さあ、早速入れていきましょう。どんな感じですかね。なかなかいいですね。じゃあ、こっちももうちょっと入れて。もうえらいドボ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 いってますね。あ、結構1本いけるか。あ、そうか、ビールが結構出たからね、これね。まあ仕方ないね、今日はね。まあこういうこともありますわね。さあ、できましたね。さあ、もうね、ものすごいね、フルーティーな洋梨とかね、そういう熟成果実の香りがね、もうこの部屋一帯にね、すごい出てます。これはなかなか素晴らしいと思いますね。こういう風にビールは生きてるという証拠ですね、これはね。非常に魅力的で面白いと思います。では、早速ね、ちょっと飲んでいくことにしましょうか。はい、さあ飲んでいきましょう。楽しみですね。王冠もせっかくだったらこのビールまみれですけど、ここに置いていきましょうか。さあ、そうですね、もうそのままブラウンですね。不透明のブラウンの濃いブラウンですね。そして泡立ちがちょっと泡だいぶなくなりましたけど、泡立ち豊かですね。で香りの方を取っていきましょう。あー、なるほどね。さっきと重複しますけど、熟成果実系ですね、洋梨ですとか青リンゴ系、そしてそうですね、プルーンとかレーズンを彷彿させる中にもですね、麦芽、こういう濃いビールっていうのはですね、カラメルですね、麦芽にローストしているものが多いので、カラメル系、ロースト系、まあ、そういう麦のですね、香ばしい香り、まあ、場合によってはチョコレート系の感じですね、そういうようなものが混然一体となって、さらにですね、これは酵母由来と思われるんですけど、花です。フラワー、フローラルハーブ系の花ですね、そういうような香りもね、見え隠れするという、すごいもうね、手間暇かけて作ったプラス原料をふんだんに使ったっていうのがよくわかるような一品ですよね。でね、こういう修道院ビールはアルコール、あ、失礼しました、温度帯が10から16度ぐらいでお召し上がりくださいって書かれてたりするんですけど、今回ちょっとあえてね、10度前ぐらいにしたんですけど、ちょっとまたひんやりしててですね、いいんですけど、これがもっとね、なんだろう、温度上昇してもね、非常にね、ゆっくりゆっくり飲める日本のビールと違ってですね、ちびちびちびち飲めるのがこのね、修道院ビール。まあ、修道院ビールだけじゃないけどね、他のベルギービールとか、イギリスの、
なんや、パブでね、よく飲むような、エールですね。ペールエール系もそうなんですけど、こういう風にゆっくり飲むのがね、結構ね、醍醐味ですよね。じゃあ、早速いただきましょう。やっぱりそういうことですね。そういうことっていうのは何かというとですね、最初は王冠開けた時に泡ものすごい出たじゃないですか。これから象徴されるっていうことは、もうアルコール発酵が進みまくったというふうに考えるんですね。そうすると、瓶の中に二次発酵してるっていうことですので、瓶の中に酵母がいてですね、糖を食べて二次発酵する。発酵するっていうことは、炭酸ガスと、アルコールが出るっていうことなので、ですので、さっき、ものすごい噴出したっていうことは、発酵が進みすぎててですね、熟成が進みすぎてて、糖を酵母がパクパク食べてですね、炭酸ガスとエタノール、アルコールが多めになってるっていう証拠なんですね、あれね。というふうに頭の中で考えて、やはり飲んでみると、甘みはどちらかというとドライですよね。そして、お腹の中が温まるようなですね、アルコール度数、じわ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 。瓶にはですね、10.2% って書いてるんですけどね、経験上このお腹の温かくなるような感じではですね、12% は優にあるんではないだろうかというふうに思いますよね。で、甘みがドライって言ってもですね、苦味とですね、ほのかな酸味、心地よい酸味ですね。あとこれはやっぱり上面発酵エール系でよく見られる傾向なんですけど、旨味ですよね。麦芽の旨味、これを感じますよね。やっぱりこれ質高いですよね。このベストフレーテルン12、これは別にベストフレーテルン12に限らずですね、ここの一緒にあるロシュホールとかですね、あとオルワル、ウェストワーレ、紙面も当然そうなんですけど、あとはアヘル、その辺全部もうあれですね、間違いなく秀逸なビールですね。これはなかなかね、日本でもこういうビールあるんですけど、これはやっぱり歴史と伝統があるベルギーとかならではのね、感じがして非常に面白いと思いますね。はい。というところでですね、なぜ修道院でビールとかいうようなね、話が多分ね、気になる人もいらっしゃると思うので、ね、ちょっと補足の報告なんですけど、中世ヨーロッパではですね、キリスト教の布教を目的でですね、各地で修道院が建設されたと。一番メジャーなのがあれですね、8世紀のカール大帝の時ですね。ちなみにカール大帝ってビールとワインも普及させた人でですね、ワインの方が好きで、ワインも好きだったんですけど、長いヒゲが自慢だったみたいで、赤ワインを飲むとヒゲが血みたいに汚れるっていうことで白ワインを好んだって言われてるんですね。で、そこでね、畑とかをいろいろここは畑にした方がいいとかいうことで名残が残ってるのが、まず一つはドイツのライン川ですね。ラインガウの、川のほとりにあるところ、そこはいいワインが作るんで、ブドウを作りなさいっていうふうに推奨したり、あとは有名なのはあれですよ、ブルゴーニュ、フランスのブルゴーニュの、コルトン・シャルル・マーニュとかね、聞いたことありますかね。ワイン勉強する人はね、まず覚える、姉なんですね、グランクリュですね、特級畑、アロクス・コルトンとか、アロクス・コルトン村やったかな、あとペルナン・ベルジュレス村とかあるんですけど、その中に、コルトン・シャルル・マーニュとかシャルル・マーニュ、そういうものが、あると。それぐらいね、お酒に関しては有名な方なんですけど、その方が、お酒以外にも当然ね、歴史的快挙は大きいんですけど、で、修道院の中で自給自足が原則の生活なんですね、修道院には。ですので、祭礼用とかですね、食事の一部、また巡礼者や放浪者などの来客をもてなすためですね。で、さらにですね、修道院の貴重な財源としてビールが盛んに醸造されたというところなんですね。で、さらにビールは液体のパンとして、毎日の栄養源としても欠かすことができないものと。でね、修道院ってビールだけかって言ったらそういうわけじゃなくて、ワイン、あとチーズとかもね、パンとかですね、昔から作られてますよね。で、ご参考までに日本でも神社とかね、寺院ではね、お酒作ってて、僧帽子とかですね、般若湯って言ってですね、決してね、修道院の、宗教関係だけがお酒作って、ヨーロッパの宗教関係だけがお酒作ってたっていうわけではないんですね。
で、あと当時の修道僧っていうのは自給自足が原則なんで、労働に従事するので大変過酷な環境なんで、その栄養を取るためにこういうような修道院ビールもあったと。まあ、あと断食とかそういうのもありますのでね。まあ、まさにね、なんでしょう、このビールは液体のパンっていうのが感じ取れるビールですよね、こちらは。本当に素晴らしいと思いますね。はい、というところでね、今回はですね、ベルギーの素晴らしいトラピストビール、ウェストフレテン12年ですね。そちらをいただくことができました。昔ね、これ以外に私専用グラス実は持ってたんですよ。ウェストフレテルン12。あ、ウェストフレテレンですね。でですね、あれどこで見つけたやったかな、西葛西か葛西かどっかでね、東京なんですけど、の主販店で、グラス置き場の中の一番奥にもう埃かぶってて売ってたのがあったんですね。あ、これは買いだわと思って買ってですね、他のグラスよりもやっぱりね、ちょっとね、4倍、5倍高かったんですけど、で、それでね、一時ね、なんでしょう、そのコップを、グラスを使って飲もうとか思ってたんですけど、残念ながらあれですよ、2011年3月11日 3.11 のですね、大地震の時に、残念ながらそのウェストフレテルン12の、ウェストフレテルンのグラスですね、専用グラスと、あと残り 1,2 個ぐらいがですね、まあ、残念ながら割れてしまったと。まあそれでちょっと今回ね、登場することができなかったんですけど、まあ今からは考えたら、あのグラスが他のグラスたちを守ってくれたのかもしれませんね。そういうふうなね、偉大な存在というふうに思われるかもしれません。はい、すいません、そろそろお時間になりました。この度もご視聴いただきましてありがとうございました。またよろしければご視聴いただけたらありがたいと思います。今回は、トラピストビール、修道院ビールで乾杯。まったねー。